いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子、バオシン地球の旅人です。早速美味しそうに食べていますけれども、今回の動画はこのラーメンについてのお話です。前回の動画では着物男子らしい銀座の歩き方というテーマで銀座の街をご紹介しました。一見するとセレブの街に見える銀座ですが、実はたくさんのラーメン店があります。その中でも特に個性的なラーメンを出している一軒のお店が。無理もありません。実はこのラーメン、僕が生まれ育ったふるさとと深い関係があるからです。もしかしたら動画の雰囲気がいつもと違うかもしれませんが、それは今回お見せするラーメンが僕にとってのソウルフードだからということで、仕方がないと思っていただければ嬉しいです。ですからぜひ最後までこの動画を見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。さあなこですけ、今回も銀座に来とりますいな。どこの言葉だ思いになる方もなるでしょうけ、説明しますとな、鳥取のもんのしゃべりはまあかなんですわ。さあに行っとる間に地図がガエなことになっとりますな。見えとなりますか。地図に印がしてあるでしょう。この動画で話するラーメン屋さんですけ、上徳さんになって赤崎町、今の鳥取県琴浦町で60年も前に店始めになったラーメン屋さんになります。こないだ僕が買い物した立花園さんから近いとこに銀座のお店があです。こんなが上徳さんの銀座のお店です。1年ぐらい前に僕は田舎の家族と一緒に倉吉市の上徳でラーメン呼ばれたことがありますに、この店には初めて来ましたけ、ちーと緊張しとります。ところで、なんして牛骨ラーメンが鳥取でできたかがわからん思いになる人もなるでしょうけ、ちーと話させてもらいますけ、そもそも鳥取県は砂丘しかわからん人がおんさるでしょうけどな、実はえらい昔から牛を育てとりまして、牛肉も取れるもんですけ、スープの元になる牛の骨は害にあったですが、そって戦争が終わって満州、今の中国の東北部から隠れになった人らが満州ラーメンのレシピ持ち替えになって、そっから牛骨ラーメンを作るようになったって聞いとります。だにして注文すったやちゅう話になると思うですけど、ここでは券売機で食券を買うような形になっておりました。ここで画面には映っとらんようなんですけども、550円のラーメンがあったもんですけ、その食券を買いました。僕が入店した時はライスは無料でした。お店の雰囲気は言うたらこんな感じです。カウンター席だけで11人座んなったらもう座れんような感じでした。自家製のキムチもなんぼでもおかわりして良さげな感じでした。こんなが僕が注文したもんです。席に着いてからほんの5分ぐらいで来ました。そしたらこの自家製キムチを白ご飯の上にのして、早速呼ばれますけ、はい、いただきます。
さあなことで、あっという間に食べ終わりました。ゴッツォさんでした。いかがだったでしょうか。僕の故郷鳥取県由来のご当地ラーメンをご紹介するため、あえて鳥取県の方言を使わせていただきました。聞き取りにくい部分もあったと思います。すみませんでした。もしよろしければ、字幕は標準語を使っていますので、そちらをご利用いただきつつ、またこの動画を見返していただければ嬉しいです。倉吉市には牛骨ラーメンの名店がたくさんあります。また8月中旬からは特産品の20世紀梨という青い梨の収穫も始まります。この動画が倉吉市や鳥取県中部地域に旅行するきっかけになれば僕も嬉しいですし、また僕自身が帰省するときには故郷倉吉の街をレポートするシリーズ動画も必ず作りますので、今後ともよろしくお願いします。いつも動画にいいねやコメントありがとうございます。皆様からのご意見やアドバイスが動画制作のエネルギーです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご案内役はバオシン地球の旅人でした。